はい、こんにちは、まやチャンネル前原です。はい、今日はこちらですね、月刊コロコロコミックの7月号です。はい、2017年の7月号だね。はい、今回のこのコロコロにデュエマ、2枚カードが付いてきているというので購入しました。はい、今日はですね、千葉県民の日ですね。新婚お休みですね。イエーイ、よかったね。はい、じゃあ早速開けていきましょう。はい、まずこちらがデュエマの、おお、書いてあるのか。あ、すごいすごいすごい長い。これじゃあちょっと見せられないんで、後で見ていきましょう。はい、そしてこれ2枚か。うわ、すごい。はい、ではまずこちらだね。正義のきらめき、シーディアス、メタリカだね。うん、コスト6のパワー6000、ダブルブレーカー。このクリーチャーをアンタップして、相手クリーチャーのアタック先をこのクリーチャーまたは自分のタップしているクリーチャーに変更しても良いってやつだね。すごい。で、ラビリンスで相手のクリーチャーを選ぶとき、自分のシールドの数が相手より多ければ、自分の他のメタリカは選ばれない。ただしそのクリーチャーをアタックまたはブロックしても良いっていう効果ですね。はい、続いてこちら、破壊秘伝ナッシングゼロ。これ結構高いカードだったんでしょ。そう。で、今回再録されたやつだね。うん、で、ジョリザ・ジョニーがイラストされておりますけれども、呪文ですね。うん、アタックチャンス、無色クリーチャー、自分の無色クリーチャーがアタックするとき、この呪文をコストを支払わずに唱えても良いやって。すごいね。自分で山札の上から3枚表向きにする。こうして表向きにした無色カード1枚につき、このターン自分のクリーチャー1体をシールドをさらに1つブレイクする。その後表向きにしたカードすべて好きな順序で自分の山札の上か下のどちらかに置く。なるほどね。うん、あ、じゃあシーディアスがスーパーレアで、ナッシングゼロがレアだね。そうだね。はい、じゃあこれで、バトルしていきたいなと思います。はい、はい、じゃあいつものとこやってきました。はい、レイジン君がジョーカーズデッキで、私がラビリンスデッキ、これでいきたいなと思います。じゃあいきましょう。最初はグッジャンケンポイ、アイクシュッ、デュエマスタート。さあ、いいよ。マナチャージでターンエンド、ドロー。1マナ使ってカダブラ召喚、タイムです。はあ、ドロー、マナチャージ、ターンエンド、ターンエンド、うん、召喚できるものがまだいないんで、ドロー、はい、マナチャージ、ターンエンド、うん、ドロー、マナチャージ、サマナ、洗脳洗脳、お、洗脳洗脳、ターンエンド、はい、ドロー、サマナ、パコも使ってアムベル召喚。はあ、バトルゾーンに出た時、相手のクリーチャーを1体選びタップするだ。うわぁ、タイムドロー、はい、アンタップ、ドロー、大丈夫だよ、破壊できないから。うん、厳しいけど、マナチャージ、はい、あら、ジョニー、マナチャージ、2マナ使ってやったりマン、はい、ここはターンエンド、はい、アンタップしてドロー、3マナ使ってモルゲン、モルゲン、アムベルでアタックする、アタックしない、アムベルでアタックしとこうか、シールド、はい、シールド、パリーン、ターンないね、はい、ターンだね。ターンエンド、パパが、パパでターンエンドです。はい、アンタップだよね。アンタップだよ、アンタップ、アンタップ、ドロップ、ここはマナチャージ、うん、これね、1、2、3、4、5、5マナ、4マナ、ザ・チュルチュル、あ、このクリーチャーがバトルゾーンに出た時、相手にダメージを、あいよという相手はあいよと言って、次のうち1つ選んでもいい、相手が選ばなければ全部注文する。ちょっと読ませてね。メニューです、それがメニューだね。醤油か塩かワンタンか、うん、醤油ラーメンだよね。醤油ラーメン、スピードアタッカーだね。スピードアタッカー、うん、じゃあね、チューチューでスピードアタッカーになりました。はい、ボーン、そしてチューチューでアタックするときに、はい、ナッシングゼロ、そこで出すか、アタックチャンスでナッシングゼロ、はい、出します、はい、そして1、2、3、ボーン、3枚だね。このシールド一気に4枚割ります。うわー、ボン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 、で、シールド取りがなし、はい、
じゃあナッシングゼロを墓地へ。はい、やったるもんでシールブレイク。あれマジでパリーン。あ、ない。せのせのでダイレクターがスポーン。イエーイ、早いよ。勝ったー。マジか、いきなりナッシングゼロ強かったな。うん、マジで効果を発揮できた。ちょっとパパまるで今出てもしなかったんだけど、うん、で手札にまだジョニーがいたんだよ。あ、そうなんだ。だからもう次のターンでもう仕掛けられたんだよね。じゃあもう一回やる。うん、はい、最初はグッジャンケポイ。デマスタート。まずはバッテンマジ1マナジョ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 ーカーズ、はい、2、3、4ガンガンを手札へ。はい、あとは全部1番下、はい、ターンエンドです。はい、ドロー。じゃあ1マナでターンエンドです。はい、じゃあアンタップ、ドロー。マナチャージ、ターンエンドです。はい、ドロー。2マナタップしてクリスタ召喚、クリスタターンエンドです。ドロー。マナチャージ、3マナ使ってパーリナイ。お、いや、このジュジュジュジョーカーズをマナ行き。あ、そうかそうか、マナ送りか。うん、ターンエンドです。はい、アンタップ。はい、ドロー。マナチャージで2マナタップしてソコーラ召喚ですね。はい、ターンエンド。じゃあタップしてドロー。マナチャージ 1,2,3,4 5マナシャーってザ・チュルチュルズ。またかよ。このクリーチャーが落とそうに出た時アリーラーメン長。はいよ、はい、塩ラーメンでお願いします。塩ラーメン、カード2枚、1,2ではパイ内でアタックするときにナッシングゼロ。早いよもう。はい、1,2,3枚で4枚ブレイク。はい、1,2,3,4ボーン、イエーイ。早いってきたー、ボン。はい、シールトリガーなし。よっしゃー、まずいな、トリガーが出やすすぎる。助け合い順序で1番上、イエーイ、ターンエンド。強い、やっぱナッシングゼロ。アンタップドロー。ナッシングゼロの入れが半端ない。はい、じゃあマナチャージ1マナ使ってまずクリスタね。はい、1マナ使ってアムベル召喚。アムベルバトルドン出たから1番1本タップ、はい、チュルチュルでタップ。はい、タップで1マナ使ってモルゲン。モルゲン、さらに1マナ使ってアムベル。アムベル、はい、で、ここまでが召喚命中、うん、でソコーラでパーリナイ破壊。破壊でするときにシードフェス1枚追加。はあ、でターンエンドにしようかな。ターンエンドです。はい、じゃあアンタップチュルチュルでもだよ。はい、あ、待って待って、チュルチュルでターンアンタップできない、ごめんごめん。ドロー。マナチャージ、6マナ超特急弾丸王、出た時の効果で2枚破壊、はい、ジョーカーズが2枚いるからだね。うん、はい、ない。よし、じゃあターンエンド。ターンエンド、うん、分かった。じゃあアンタップして、やっぱりソコーラで増やす。ちょっと待って、やばいよこれ、なんで。ドロー。もうナッシングゼルが強烈だね。マナチャージで4マナ使って白夜召喚。白夜、白夜で1枚シールド追加、はい、あ、そういう作戦で来る。はい、そして全員召喚が解けてるんだよね。まずソコーラでシールド破壊、はい、パリーンだと、はい、シールド追加。シールド追加ない。うん、追加なし。はい、そしたらどうしようかね。アムベルでも破壊、パリーン、なし。もう一丁アムベルでも破壊、パリーン、なし。でモルゲンでもシールドブレイクしとこう、パリーン。よし、ターンエンドでいいです。ターンエンド、アンタップドロー。ここはマナチャージ7マナ来た。
ナノマナでチョリータジョニーのシークレット召喚法、はい、でマスターダブルブレイク白夜と、あ、ごめん、モルゲンでストップニューポーモルゲン破壊、はいはい、じゃあ弾丸王でダブルブレイク、頼む、トリガー頼む、あ、ないチュルチューでダイレクトアタックポーン、イエーイ、今ちょうどこれ出たよ、CDS2 枚、こんな手札でした。ちょっとさ、ナッシングゼロ強すぎなんだけど、これね全くこう歯が立たないんだけど、それやられるとこれも今後も使いたい。いやでもちょっと待って、最後のこのシールドは何だったの、最後のタイムストップ、あー、じゃあダメだったね、うん、そっかそっか、いやパパはねクリスタルでねアタックするかちょっと迷ったのよ、はい、でアタックしたらこれが出るから、そうだね、ダメだったね結局ね、うん、アタックして、まあもしシールがなかったらこれでダイレクトできたけど、そうだね、はい、これが来たからダメだ、はい、ということで相変わらず下手くそなデュエマでしたけれども、今日はコロコロコミック7月号の、うん、ナッシングゼロとシーディアス、この付録を2つ使ってデュエマしてみました、うん、多分間違ってるところがいっぱいあったと思いますけれども、そのあたりはご指摘ください、はい、はい、ということで今日の動画面白かったなとか気に入ったなと思った方はぜひいいねボタン、高評価、グッド、ライクお願いします、はい、そしてぜひお友達にも教えてあげてください、うん、それとチャンネル登録もよろしくね、よろしくね、ということで今回は以上でございます、バイバイ、バイバイ。